はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらのぶっ飛ばソウルブースターパックキット第1弾を開封していこうと思います。そしてですね、こちらのブースターパックキット第1弾には全13種類の星が4が9種類、星が5が1種類、エナジーアイテムが3種類収録されてます。ということでね、この星5を狙ってね、開封していきたいと思うんですけど、あとはね、エナジーアイテムをね、できれば3種類全部手に入れたいと思います。ワンパックに2枚のメダルが入ってますので、今回ワンボックス14パック買ってますんで28枚出てくるっていう計算になるんですけど、今回ね、全13種類なのでコンプリートするんじゃないかなとは思います。一応ですね、1箱で全種類は揃いませんって書かれてますんで、全種類ね、揃わない可能性もありますけど、14パックね、開封してコンプリートを目指していきたいと思います。それではね、1パック目開けていきます。最初からね、出れば結構楽なんですけどね。あ、こんな入れ方なんだな。はい、こんな感じに入ってますね。はい、気になる1パック目。それじゃあね、見ていきましょう。まずは何が出たのか。はい、まず1パック目はメタルビルドとバルカンが出ました。もちろんね、星4以上しかありませんので、2つともね、星4になります。はい、それではね、2パック目開けていきますね。それじゃあね、2パック目のメダルを見てみましょう。2パック目はカイザーとバルカンが出ました。もうすでにね、バルカン被りました。はい、これね、とりあえず今3種類出ましたね。せーの、はい、はい、3パック目は忍びとハッタリが出ました。これはね、出てないやつだね。今5種類出ました。エナジーアイテムととりあえず星5早く出てほしいな。はい、どうも。あ、紫ですね。紫はまだ出てないですね。あ、黄色も出てないな。ということはかぶってはないっていうことですね。せーの、どん。お、はい、4パック目は仮面ライダー01とマットローグが出ました。今のところ順調ですね。それではね、5パック目開けていきましょう。せーの、と、あ、これクリスタルのメダルなんで絶対エナジーアイテムだと思います。せーの、ドン。はい、やっぱりですね。はい、5パック目はバルキリーと仙人の使い魔が出ました。はい、今ね、13種類中9種類がもう揃ってますからね、順調ですよね、かなり。それでは6パック目、じゃん。あ、出ましたね。これもエナジーアイテムになります。間違いなくエナジーアイテムですね。あと紫ですね。さっきね、仮面ライダー01が1枚出てますけど、何か他のがあるのかな。それではね、見ていきましょう。せーの、ドン。あー、01はかぶりましたね。はい、6パック目はエナジーアイテムのアクセルと仮面ライダー01が出てきました。はい、現在ね、10種類出てます。はい、それでは7パック目開けていきます。あと3種類だけだね。せーの、ドン。あ、エナジーアイテム間違いないです、これ。せーの、ドン。はい、やっぱりね、エナジーアイテムでした。7パック目は仮面ライダーバルカンとエナジーアイテムのゲーツが出てきました。あと2種類だな。星5が出てこないな。それじゃあね、8パック目、せーの。これはもう星5ないな。ということでね、開けていきましょう。せーの、と。8パック目はバルキリーとマットローグが出ました。かぶっちゃいましたね、ここに来て。まだ5パックありますんでね。それじゃあ9パック目、開けていきましょう。青色ね、現在まだ出てません、青色。あと緑はね、もう2種類出てますんで、かぶってる可能性が高いです。それではね、見ていきましょう。9パック目、せーの、ドン。はい、9パック目はカイザーリバースとバルキリーが出ました。
バルキリーは被ってるんですけど、カイザーリバースは初めてのメダルになります。はい、最後1枚がね、こちらのね、バイカイザーなんだと思います。シルバーのメダルが出ればもうね、星5のね、バイカイザーだと思います。せーの、ドン。うわ、赤赤だ、赤赤が出ました。記号じゃありません。はい、はい、10パック目はね、忍びとカイザーが入ってました。はい、それではね、11パック目。ここはね、なんとしてでも出てほしい。シルバー。せーの、ドン。あ、出ました。はい、全種類揃いましたね。間違いなくね、星5のバイカイザーだと思います。11パック目、せーの、ドン。はい、11パック目ね、ついにバイカイザー出ました。そしてね、もう1枚の方はメタルビルドになります。よかったですね。これでコンプリートになります。はい、残りがね、3パックになりました。ということでね、こちらもね、ついでに開けていきましょうか。せーの、ドン。はい、12パック目はハッタリとゼロワンが出ました。せーの、ドン。13パック目はハッタリとカイザーリバースが出ました。せーの、ドン。はい、最後の14パック目、忍びとマットローグが出ました。今回ワンボックス14パック開封したところ、ちゃんとね、エナジーアイテム3種類と星5のバイカイザーも出てきました。一応ね、説明では1箱で全種類は揃いませんとは書かれてるんですけど、大体ね、揃っちゃう感覚ですね。見事ね、全部コンプリートできたので良かったかなと思います。ということでね、皆さんもぜひ見かけたら購入してみてはどうでしょうか。それではまた見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。